はいみなさんこんにちは。えー、今回はですね、続数学は科学かクエスチョンということでお送りします。1年半前にですね、数学は科学かクエスチョンというような、ね、動画を出しました。それはどういう動画かっていうとですね、えー、数学は科学に属しているのか否かっていうことが論争されてると思っていたわけですよ。そして私はですね、だから自分の考えとして数学はね科学っていうものの中に含まれてたら、 欲しいなと。まあ、含まれてる、含まれるべきじゃないのかと。まあ、自分なりの根拠をもね、持って、そ、そこの動画でも語ってたんですけども、実はですね、これはもう完全に決着がついてる問題なんですね。で、これ、決着、どう決着がついたかっと。の、数学は科学ではない。まあ、つまり、数学は科学というジャンルには属していませんということなんですね。実は、これはもうちょっと正確に述べる必要があってですね、えー、数学は、 自然科学と呼ばれる、えー、ジャンルには属してませんねということなんですね。で、これはですね、まあ自然科学ね、えー、よく聞く言葉だと思うんですけれども、実は、その、ここにタイトルにもある数学は科学かって言ったときのこの科学というのは私もですね、この自然科学というものをイメージしていたわけですね。となるともう数学っていうものはもう、えー、自然科学に属してませんねと。ただし、 えこういう言いい言方も実はでできるんです数学は科学であるまあ科学であるという意味ではその数学は科学に属してますっていうことだけども自然科学ではないんだけども、えー、形式科学の中の中一員になってそうするとですね、まあ、イエスという回答になるわけですよね。まあ、自然科学はよく聞くけども、えー、形式科学の方はあんまり聞かないっていう方も多いと思うので、まあ、ちょっと両者合わせて説明したいなというふうに思うわけです。 思います、はい、自然科学ナチュラルサイエンスですね自然界におけるさまざまな事象の法則性を明らかにする学問ですと、まあ、この自然界の中には宇宙も含まれるわけですね当然ねで、えー、例えば、えー、リンゴが1個ありますと2個買ってきました合わせてリンゴが3個になってきましたこの、ま、リンゴが1個あってリンゴが2個あってリンゴが3個になるとこれは自然界の事象の一つですけども、えー、それを数式にして 1+2 は3っていった時のこの1とか2って いや3っていうものは自然界には実は存在しない概念だっていうことで、まあ、そういうような、ね、ことからですね数学はこの自然科学というものに、ねえー、この自然界におけるさまざまな事象ということから外れてしまうので数学の対象としているものがですねだから自然科学には属さないよという結論になるということですねで形式科学これは数学,的なモデル数学的なモデルに基づいた体系だから例えば自然数とかまあ整数とかねそういう数学的なモデル 体系だからもうまさしく形式科学、まあ、数学そのものと言ってもいいぐらいのものですね主に氷から推論規則により事実が導かれますこの事実というのはまあ定理とかねより深いものであれば理論と呼ばれるようなものが導かれますねと氷からでこのようにだから自然科学形式科学というものに科学を細分化す、うん、して表現すればですね数学は自然科学に属さない、えー、数学は形式科学に属してますよというような言い方ができます で、ここで話は終わるんじゃなくてですね、もうちょっと話を、ね、進めたいんですね。で、えー、自然科学、ナチュラルサイエンスなんで、まあ、NS というふうに書きますと。形式科学、フォーマルサイエンスなんで FS と書くと、まあ、NS にはこんな、えー、学問がありますよね。物理学、化学、化学、生物学。えーまあ 学校ではね、地学っていうものを習うんですけども、ひょっとしたら地学は、えー、地球物理学とかね、そういう広い物理学の中に含まれてるかもしれないなと思ってちょっと書からなかったんですけども、まあ他にもあるのかもしれませんね。で、かたや FS、フォーマルサイエンスの方はですね、まあ数学、論理学、統計学といったものが属してるわけですね。でですね、ここでですね、ちょっと考えてほしいんですけども、今集合みたいな集合として書いたんですけども、NS とナチュラルサイエンスと、 えー、フォーマルサイエンス形式、えー、科学の、えー、属してる分野の共通部分っていうのは空集なんですよね型や対象が、えー、自然界のもの型や概念的な数学的なモデルということってまあ普通に考えるとまあこういう形になるわけですよね。 だからまあ、えー、と、ベン図として書くんだったらば、まあ、ベン図というかまあ、えー、こういう長方形の書いて、NS、NF、NF じゃないですね、NS。NS と、えー、FS と。で、この共通部分というのは、実はまあ、 ないですよというのがまあこういう集合的な書き方の正しい形になると思うんですけどもこれはちょっと,まあえと今一旦置いといてですねもともとね私がその前1年半前にこの数学が科学かとえそういう疑問系で書いたもともと根拠は何かっていうとですねまあここにちょっと無限集合とかね整数かっこ素数,数まあ複素対応体えアルジェブ,ブラリックバラ,アルジェブクバラエティともあって 特異点を含んだタイプでもいいんですけども実はこれらの対象っていうのはですね、えー、まあ、数学の、えー、学問の研究学問における研究分野じゃないですかで、例えばブラックホールっていうものを考えた時にですねブラックホールもちろん観測するっていうことも、ね、あると思うんですけども、えー、まあ、宇宙初期とかね宇宙の初期状態とかそれって数学じゃないですか、まあ、物理法則数学で記述した物理法則っていうものを を使ってその、えー、例えば微分方程式の何なりを数学的に解析してって、まあえー、仮説を立てるとかそういうことになるわけですがそれって例えば無限集合を研究することとか整数を研究まあ、素数ですね素数を研究したりアルジェブリックバラエティを研究することと、えー、何ら変わらないように思えたわけですねだからこれら、うん、研究することっていうことはあの自然科学の あ,うん、ある分野のね例えば物理学今言ったような物理学とか宇宙を考える一般相対性理論で考えるその宇宙物理学とかそういうのに近いから、まあ、数学も、えー、自然科学の仲間に入れてくださいよっていうような思いを述べたわけですけれどもだから、えー、そういう気持ちを述べた動画1年半前に出したんですけども、まあ、だから、ね、分類上はこういうふうになってますねと、えー。数学っていうものは自然科学に属してなくて。 自然科学に属してなくてフォーマルサイエンスの方に属してますけどで,でもですねここで、えー、やっぱり同じような構造無限集合を考え研究する卒を考え研究する複素体を研究するっていうことと宇宙の、ね、初期を研究するっていうことがの相似性を考えるならば私はあるねここに「提言」って書いてあるんですけどもある提言をしたいと。 それはどういうことかっていうとですね、ジェネラルサイエンスと、えー。まあ意味的には一般化された科学ということで、科学の分野をですね、えー、もう一つ一般化された形で作りたいということなんですよ。それはどういうことかって言ったらですね、ジェネラルサイエンスと、まあ、これ私が今作った言葉なんですけども、えー、数学をね、使って、 そうですね、対象の解析を行うと対象この対象じゃないですね例えばブラックホールでも宇宙の初期とか素粒子とか、えー、数学を使って対象の解析を行うわけですよねで数学ももちろん、えー、数,数学は数学自身を使って、えー、数学的な概念対象を、えー、解析するわけですけども数学を使って対象の解析を 行う科学の分野の総称とを、えー、ジェネラルサイエンスというふうに読んだらいいのかなっていうふうに提言させていただきます。だから新たなね、えー、数学を含めた うん、数学と自然科学を含めた新たなサイエンスというものを、えー、自然科学形式科学の第3番目の科学として、ねえー、提案してみた。でこれまあ一般化されたサイエンスの意味なんですけども、まあ、もうちょっと言葉をねどおりにやるとエクスパンデッドサイエンスと。 えーまあ、拡張したサイエンスとかあとまあもう手っ取り早くですねマスマティックスサイエンス数学科学、まあ、その言葉通りです数学を使ってたからマスマティックス科学まあ略,略してというかまあ長いんでマスサイエンスとかね、うん、このマスサイエンスいいなっていうふうに思ったんですけどね、えー、ジェネラルサイエンスの方をカッコにして、えー、マスサイエンスの方をメインにしようかな というふうに今思ってしまいました。サイエンスと。とういうわけで、新たなるサイエンスを、うん、考えてみたらどうでしょうかということなんですけれども、まあちょっとね、えー、遊び半分聞いてもらっていいんですけれども、えー、<laughs> まあ一種のね、えー 思いいいきを言わせててただいているだるけなんでというわけでまあマッスサイエンスかっこジェネラルサイエンスというものを数学を使って対象の解析を行う科学の分野の総称ということで提案しましたとそうするとですねフォーマルサイエンスの方はですね、えー、まあ、えー、マッスサイエンスをちょっとこういうふうに塗ればですねこのフォーマルサイエンスの方はきれいに入る。 まあほぼ入るでしょうということなんですけれども、えー、ナチュラルサイエンス自然科学の方はですね、まあ、さっき言ったソリューシロンとか宇宙論とかねそういう、まあ、物性とかもそうですけれども入るだろうと思うんですけれども例えば生物学の中の、うん、あんまり数学を使わない生物学もあると思うんですが、ね、例えば類人猿を研究するとかねの生態を研究したりとかするっていうのは入らないのでだから、えー、学問全部 というよりはその学問の、えー、細分化された分野ごとが、えー、マスサイエンスに入るとかそういう言い方になるんじゃないかなというふうに思うわけですよね。まあ、でもまあ数学を使って、ね対しえー、解析すると対象概念、えー、自然現象をかいあの解析するというものは全部このマスサイエンスの中に入ってくると。えー、だから無限集合を研究するのも ブラックホールを研究するのもこのマスサイエンスというねジャンルの中に一緒にね入りますねということでなんとなく自分のその当初思っていた気持ちがこのマスサイエンスというものを考えるとですねなんか納得できるなというふうになるんで,しょうななるんですが皆さんどうでしょうかね。はい というわけでまあちょっとね遊びがてらそのマスサイエンス、えー、ジェネラルサイエンスでも提案してみたんですけれども実はここでですねもう一つ、ねえー、根拠となるものを言いたいなと思います今、えー、ナチュラルサイエンス自然科学とほー形式科学っていうのはの共通部分は空襲語だっていうふうに言ったんですけれどもおおおおおおお実はですねある分野がですね 例えばナチュラルサイエンス、えー、フォーマルサイエンスなんですけどもひょっとしたら共通部分を持つんじゃないかなとちょっといびつな感じになってしまいましたけども、えー、いうお話をねちょっとしてみたいなというふうに思いますこれはクエスチョンなんですけどもそれは何かって言ったらばまあお気づきの方もあると思うんですけども例えば情報まあ情報理論 情報理論っていった場合にはですね、まあえー、ジャンルとしては、まあ、エンジニアリング、工学の方に属するのかな。例えば、えー、ちょっと書き順がめちゃくちゃになってしまったんですけども、符号理論。符号理論とか、えー、暗号理論。 暗号について研究するっていうのは、まあ、えー、ジャンルとしてはまあ情報理論であり、属する分野としては工学ですよね。ただし、えっ、ー、とこれ、例えば不合理論、不合理論で誤り訂正符号ですよね。えっ、ー、とをデジタルで送った時に誤りがあった場合に、それを訂正するにはどうしたらいいか。そういう理論なんですけども、えーまあ、ガロア帯とかね。 有限体のことをその符号理論でガロア体と言うんですけどガロア体を使った理論とか今ちょっと書きかけたんですけどゴッパ符号とかねゴッパ符号って代数幾何的符号ですねで暗号理論は RSA 暗号とか楕、えーま、円曲線暗号 RSA 暗号っていうのはまあ初等整数論を使った暗号技術で楕円曲線暗号っていうのは楕円曲線の群構造 の離散対数を考えたときに、まあ、それが解読されづらいということで、それを使って、え、暗号を作ってる。でも、これ見てわかるように、その、いわゆる情報理論と呼ばれるものっていうものは、まあ、もろ使っているのは数学なんですね。だから、情報理論自体はですね、まあ、工学に属しているが、えー、無理やり入れるとしたら、まあ、FS、フォーマルサイエンスの方に入ってくるわけですよね。ところがですね、えー、この情報理論ですよね。これまだ えー、新しいですね情報理論ねそのコンピューターの発展とともに、えー、生まれてきて、まあ、デジタル技術の、ね、進展とともにその進んできた学問分野でこれいずれ情報学になっていくんだろうと思うんですけどまだだからそこまで言ってなくて情報理論なわけですけどもで、えー、工学で主に使われてるんだけども例えばあの、まあ、有名な話ではあるんですけどもマックス・ウェルマックス・ウェルの悪魔っていうのがあるじゃないですか。 悪悪魔、魔仮想的な悪魔ってていいうものがいてですね、分子運動の,なんあの、えー、高エネルギーで運動しているものと、えー、そうでもないものをより分ければですねえ、えー、熱,エネル熱力学の第二法則を破ると、えー、そういうものが存在すると仮定したならばその。えー 理論的な矛盾が起きますねということだったんですけども実はそのマックス・ルの悪魔というものがいても実は大、えー、熱力学の第二法則っていうものは、えー、矛盾しませんよということが最近と言ってもいいですよね、えー、もうちょっと詳しい年代は忘れちゃったんですけども2000年代初頭とかそこら辺で そのマックスウェルの悪魔がいても熱力学の第二法則は破られないということが分かったということですねその根拠となる事実のとして一番大きいのがですね情報を消去すると、えー、分子、高,分子えー、高エネルギー分子とそうでもない分子をより分けたマックスウェルの悪魔がですね、えー、記録…えー、その… 悪魔自身の記憶、記憶ですね。メモリーをですね、勝負するとですね、熱が発生すると。つまり熱が発生させ、熱が発生するということは、エントロピーが増大するということによってですね、一見この悪魔の存在によって熱理学の第二法則が破られるかのように思えたのが、えー、この情報消去ということでですね、えー、なんと、 熱理学の第二法則が破られることはないいととうことが分かったと。で,このことがですね、この情報というものがですね、ナチュラルサイエンス、物理学の方にも入ってきてる、うん、関係がありうるということが分かってきて、まあえー、そう考えると、このインターセクションの部分というものが空じゃないと、その情報理論によってね。だから、まあえー、情報理論の在りかとしては、も、えー、っと嫌いいかな、いかしら。 情報理論の居場所としてはですねまあ、ここのインターセクションの部分ということになるんじゃないかなっていう話もあるわけですよねで、えー、そうですね実際にその量子力学もその情報というものをね、えー、一番の基盤として理論を組み立てるみたいなことも考えられてるということらしいですよね、はい、でこのだから情報理論というものはですね、えー、まさしくうん 物理学なのか、えーまあ、物理学というか、まあ、自然か物理学と数学ということなんで、えー、自然科学に、この情報というものは自然科学に属するのか、形式科学に属するのかっていうよりはですね、むしろこの、えー、情報、情報というものはですね、マスサイエンスと、一般化されもしくはジェネラルサイエンス、えー、というものに属しますよと。 私が提言した、えー、マッサイエンスもしくはジェネラルサイエンス数学を使って対象の解析をこの科学の分野に属するよと考えた方がいいのじゃないかなということでまあちょっとお遊び気分でもお遊び気分というかお遊び半分の提言ではあるんですけどもこのようなことを述べさせていただきましたありがとうございました。